12月で D 判定やったの？おい俺もどう俺も仲間だ兄貴それこそ僕だったんですけど、うん、そのまず早慶なんてやっぱもう雲の上の存在だったんですけど、やっぱり自分の限界を自分で決めちゃうとそれに見合う努力しかなくなっちゃうんですよね。もう、もしの結果を信じるな、自分がやってきたことを信じろ。わちゃわちゃわちゃえなお前修道終わった。これ日本一早稲田っぽくない総大生連れてきましたよ。これ総大生なの？ショッキーの目に頭の色してるよ。これは多分全国の受験生にもすごい勇気を与えるんじゃないかっていうことで連れてきたんですよ。もう全国の受験生に言いたい、こんなやつでも早稲田に受かることができるんですよ皆さん。こんなやつでもすよ。こんな説得力あることはないよ。あるな、これ説得力。俺も偏差値学校そんぐらいだったの。そんなにだから2人がされたのは、え、全然その受験エリートしないところからでも受かることができますよっていう、これを見てる受験生はあった、俺はダメだなと思ってるかもしれない、あとはダメしない、受験エリートしなくても早稲田に受かることができる、きっとあとはできる。わちゃわちゃわちゃえなお前修道終わった。あ、模試の結果的なやつ。ちょっと待って、これ最後の模試、これこれいつの模試、これそれ12月っすよね。直前の模試でしょ。一番最後の空欄になってて、あれと思ったと思ったら振り返ると途中から全部ずれた。うわーそれはそれもう残りの2曲が全部集中できなくて青学落ちちゃって、うわーなんで明治落ちたの？明治は単純に文法不足です。これ学部です。あの早稲田って読解メインなんですよ。あ、そう、早稲田読解メインなんだよね。なんでかというと、あの僕の振り返るときが面白いのが、明治3回受けたんです。3回受けたんです。早稲田3回受けたんですよ。明治1学部しか受かったので、早稲田2学部受かったんですよ。だからね、偏差値が正しいんじゃなくて、それぞれの学校に適応した対策が一番正しいってことだよね。なるほどね。そうなんですよね。すごい説得力。お前、頑張ったな。見たくないっす。大変だった受験ね。いやもう、まだもういい思い出っちゃやっぱいい思い出ですよね。美化されるんだよね。あ、そうなんですよ。やってる時は絶対死にたくなるんだよ。死にたいっすね。辛いからね。死にたい。決して受験エリートではなかったよね。全然違う。勉強方法も多分スマートしなかったよね。寄り道寄り道のやっと寄り道のやっと俺も自分の勉強方法にたどり着いたもんって、結構だから後半なの、俺はこれ方法いいんじゃないかなみたいなね。でも多分ね、人よりももがいたよね。もがきましたね。もがいたよね。効率いい勉強方法とか分かんないからさ。そうなんですよ。だからなんかね、でもいろいろやっていくうちに、あ、これいいんじゃないかなみたいな方法が分かってくるもんね。受験生っすか。うん、やってみましょう。やる、それこそ僕だったんですけど、うん、そのまず早慶なんてやっぱもう
雲の上の存在がまず神は、ね、ただなんかそれに挑戦するっていうことのなんか大切さっていうのがやっぱ事件通して分かると、その自分が自分の限界を自分で決めるっていうのがあるんですけど、それはダメだと、自分の限界をっと気にせず挑戦できるものがあれば挑戦してみるっていうことがすごい、やっぱり自分の限界を自分で決めちゃうとそれに見合う努力しかしなくなっちゃうんですよね。早慶ってその一番でかいちょっと次第なんですよ、その目標を立てたからこそそれに向かって挑戦するって気持ちが生まれて、だからこそそのどうやって試行錯誤していくかって気持ちになっていくんですよ。そうってくるとやっぱそれ自分の人生においてもやっぱ限界を決めないことが一つの挑戦につながる。おお。やる前から諦める人が多いんだよね。だからね、自分ってさ自分以上だよね、意外とね。そこなんすよ今日は意外とね、意外とね人間できるし、自分って結構ねできるんですよ自分。ただそれを自分の可能性を結構ね周りの人たちになんか流されて、意外とこんなもんでしょうとか自分で自分の可能性を決めてる人がね多い気がする、だから信じてあげて、受験の神様を君に吠える、 99% 努力に 1% 神様を吠えてくれる、この奇跡って人を呼ぶんだよ。本当にね、今見てまさに受験真っ最中だと思うんですけれども、本当に見てる皆さんね、受験というのはなんか自分をねステップアップさせるためのすごく大事な機会だと思うんで、ぜひね本当にね雑居せずに全力で頑張ってみてください。というわけで僕らも、全力でお願いしますので、ぜひぜひ皆さん頑張ってください。今回も動画見てくださってありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。では今日はここまで。